安倍の生命は崇徳上皇に対面し、道山の娘である葵を取り返すことを宣言する。地雷屋の前に霧隠れ才蔵と桃地三太夫が現れ、風魔小太郎と加藤団蔵は抜け人であるため始末しなくてはならないと語ると、ガラシャが現れ才蔵と三太夫を連れ去っていく。前田刑事は越智康成を呼び出し、勝負を要求し戦い始める。勝負は康成が大堀の魂で勝利する。刑事は康成に守るべきものを守れと告げ、その場を去っていく。久喜義隆の前に現れる滝夜叉と名乗る女。滝夜叉は久喜に対し、やり残したことがあるのではないかと問う。久喜は道山の娘を救い出すことと答える。すると俵の藤太が現れ、久喜に対して仲間になれば道山の娘を救い出すことができると持ちかけるが、久喜は断る。藤太は怒り、久喜と奪魂の儀式として戦いを始める。この勝負は道満の介入もあり藤太が勝利するが、道山が身を挺して久喜を救い、さらに高房が二人を救い出す。その頃、望月千代は加藤団蔵に対し、桃地三太夫たちが団蔵のことを追っているため早く逃げるように説得する。しかし団蔵は風魔小太郎を助けに行くと言い残し去っていく。黒魔術軍と対峙する悪老と夕顔、機動丸と地雷屋、高房は大三島の因縁を断ち切るため鶴姫を呼び出すが、鶴姫は苦しみから解放されたいという思いから自ら魂を高房に差し出そうとする。高房は鶴姫の魂を奪おうとするが、大堀安房が現れ阻止し、安房と鶴姫対高房と三太夫才蔵との戦いが始まる。劣勢に立たされる鶴姫たちに悪老によって村上武雄が召喚され、攻勢に出るが、藤原の住友が現れ黒魔術軍に加勢したため、再び形勢は黒魔術軍に。絶望的な状況の中、団蔵が現れ一人で黒魔術軍と戦う。その団蔵に機動丸が活性岩を放ち力を与え、さらには鶴姫たちの連携で黒魔術軍を追い込むことに成功。しかしガラシャが機動丸を人質に取り、黒魔術軍を撤退させる。さらにガラシャは去り際に機動丸を切り捨ててしまう。どうか安倍の生命と崇徳上皇の戦いが始まるのであった。